皆さんこんにちは、戸田です。お元気でしょうか。今日は11月11日、今11時、ちょい過ぎですね。今日も練習が12時からあるので、ただいま等々力の人工芝グラウンドに向かっております。こちらの動画は、昨日の夜に小沢くんとライブ配信を、したんですけども、そちらの中で、我々が、不定期なんですけど有料グループをFacebook ので、立ち上げて、そこにメンバーを募集して日本代表戦見ながら、かなり事、細かく、プレビューやって試合解説して、振り返りして、またその振り返り配信の中の振り返りの後に、先月から哲夫さん、中西哲夫さんにも入ってもらって、改めて技術的な側面も含めた振り返りをするみたいな有料の配信を、行ってるんですけど、そちらの告知も昨日ライブ配信の中で、しました。で、全部自分たちの手作業で、チケット売って一人一人からグループへの申請をしてもらって、それを承認するって作業を、してきてるんですけど、頼れる仲間が、いてくれるので、そういった作業も順調には進むんですが、とはいえのところがありまして、基本的に定員を500名に、しております。昨日の、お昼に、10月のグループメンバーになってくれた方たちに、販売して、で夜の9時半ぐらいからライブ配信を YouTube でした時に、改めて、より広い人たちに方たちに、ご紹介して、今あともう20枚ぐらいに、なってしまいました。ありがたいことに前回も今回も、その前もなんですけど、一つ500っていうところを我々は、枠としては定めてまして、理由はその自分たちが手作業でしなきゃいけないっていう、そのボリュームが上がりすぎると結局コンテンツの方に費やす時間と労力が問われてしまうので、本末転倒になってしまうと。もちろんたくさんチケットが、売れてくれた方が嬉しいところあるんですけど、そこじゃないと、そこだけじゃないということで、500ということに枠を設けております。ですので、あと25ぐらいだったと思うんですけど、増枠は基本的には、しないことには、しておりますので、もしまだ、有料配信のことをご存じない方、もしくは知ってるんだけどあんまり気にしてなかった方、ちょっとだけ興味を持ってもらって、でこのコメント欄に、チケット販売ページの、URL 出しておきますので、興味があったら覗いてみてください。で今回の有料配信の内容は、まず13日に、日本とパナマが行われますので、この試合解説、試合前開始30分前からプレビューで、試合解説、自分と小沢一郎を組んで試合解説で、試合の後もだいたい1時間で、配信中は去年追っかけ再生をしてもらって、どうしてもネット配信だとズレが出ちゃいますん でタイミングを合わせて、我々の解説聞いてもらうんですけど、振り返りのところも画面にはプレーは映せないんですけど、お互いの視聴環境の中で録画したものを見ながら、我々はその後ろに作戦ボードもあるので、マグネットパチパチも使いながら、いつもお話をしてます。これ1時間ぐらいやってますと。これは13日14日に、僕と哲夫さんで振り返りを、これは収録で撮ってグループ内に出し、で、中西哲夫さん、皆さん、インスタグラムとか見てもらえると分かると思うんですけど、本当にテクニックアクションのところは、ボールを止める蹴る、運ぶのところもそうなんですけど、身体操作も含めて、非常に独自性が高いですけど、すごく論理的 で実際に、指導している選手もいっぱいいるということなので、今非常に注目されている、方の一人だと思うんですが、我々カトルセというところで一緒に活動していたところもあるので、今回もご協力いただくと。でこれが14日に配信します。で次が18日の早朝に行われる日本対メキシコ、おそらく今回の2試合でいうとメキシコ戦の方が、相手のレベルで考えると日本にとっては非常に良いレッスンの場になると思うので、こちら BS の放送なんで、BS が見られる視聴環境の方じゃないとダメなんですけども、こちらの試合解説もすると。でそのまま今度は自分と小沢君と哲夫の3人で、振り返りのまた別で収録をして、でそちらもグループの中に出すと。だから今回4つですね、
4つ、グループの中に有料という形で出してもらいますので、まあ興味のある方ぜひ、ご参加ください。あと、25ぐらいか。まあ、すぐ、ひょっとするとなくなってしまうとは思うんですけども、まあ一応、もう一度、ご紹介、告知だけさせてもらおうと思って、動画を撮りました。で、有料の方は、ここまで。で、まあ今練習向かってるんですけど、ここのところ、まあようやく、少しは続けてきたことが形になったりとか、まあ結果っていうところでも現れ始めて、まあ今練習をしていると。で、前々節が2位の東京大学に、まあまあ、ラックも多分にありましたけども、3対1で勝てて、で、前節は、まあ順位で言うと自分たちより下の大学なので、まあしっかり勝たなきゃいけないなっていう試合ではあるんですけども、やっぱり東大に勝った、で、その時の自分たちのスタンス、それから試合の性質、で、自分たちが選んだプラン、内容で考えると間違いなく前半難しくなるぞという話を、した上で臨んだんですが、まあ案の定前半は難しくなったものの、結果的に 5-0 で勝つことができたと。で、まあ初めてリーグに出た選手が、まあ自分がもちろん出したんですけど、すごく良いパフォーマンスを見せてくれてアシストをしたり、まあ東大戦でリーグ戦初めて出た選手が前節はゴールを決めてくれたり、まあ1年生も堂々とプレーをしてゴールを決めたり、まあそういう意味ではなんかこうチーム内が非常に活性化されてきて、まあそれまでは割とまあ昨シーズンまでは、今は A、B2 つに分かれて、で、きちんとトレインができる環境に、まあ学生主体のチームなんで自分が提案をした中で変えたんですけど、昨シーズンまでは、まあ60人一塊でトレーニングをして、まあその中で基本的に試合に出る人はもうほぼ決まってて、だいぶこう選手間のレベル差はあったんですけど、まあ自分が2月からこう見させてもらったところから考えると、まあすごくジャンプアップした選手もいますし、まあ、本当箸にも棒にもかからなかったような選手がレギュラーになっちゃったりとか、でそれで活躍したりとか、でシーズンのこのまあ終盤に来た時に A チームにこう関わるようになって、で急遽、まあ急遽というかもちろんこちらからすると虎視眈々とね、やっぱりこう準備してきたものがあって機会を与えてみたんですけど、立派なパフォーマンスで、まあ、自分の力を証明して勝利に貢献した選手もいるという意味では、まあ、すごく良い流れにはなっているような気はします。もちろん、まあ、その例えば一部に昇格、まあ、今東京2部なんですけど、まあ、一部に昇格するとかそういったところの目標はもちろん到達はできなかったんですけど、まあ、目標設定の重要性、難しさ、まあ、こういったところも僕は学生と、まあ、正面から向き合って取り組んできた部分は実はあるんですね。でもちろん、まあ、どのチームも大学も、まあ、それはアマチュアも、プロも問わず優勝とか昇格とか、そういったことを、まあ、口にはするものだったりすると思うんですが、やっぱりこう自分たちの首を絞めるというか、逆にプレッシャーになってしまうような目標設定は、まあ、しない方がいい、まあ、公にする必要もないっていうのが、まあ、自分の考え方一つあったとして、まあ、もう少しやっぱり具体性があったり、逆にその目標を本当に立てるんだったら、もっと綿密に自分たちの過去もしっかり紐解いて分析して、その上でどうやって目標達成することに近づいていけるのかっていうことを考えていかなきゃいけないと。だから数字も必要かもしれない、データ分析も必要かもしれない、まあ、今の時点でそういう環境は僕のチームにはないですけども、まあ、昨シーズンの例えば勝ち点とか、ね、得点失点、その内訳もしくはパフォーマンスをしっかり見たときに、今年はどんなことをしなきゃいけないのか、去年から何を変えなきゃいけないのかみたいなところはやっぱりまだまだ甘いところはありましたので、まあ、そういったところを外部講師として、まあ、入って、まあ、サッカー領域は、まあ、ほぼ任せてもらっているところはありますけど、やっぱ選手たちが納得できる形でいろんなことを伝えていって納得してもらって、で少し変化させているっていうことは、まあ、力関係で言うと簡単にやろうと思えばできるんでしょうけども、まあ、自分はそういうことはしたくないっていう人間だ、指導者だっていうことと、まあ、やっぱり学生主体なので僕が今関わらせてもらっているチームは、ですのでやっぱり最終的に、ね、部をどうしていくとか、
ていう意思決定は学生がすべきだと。で、まあ、学生の中にもそういう意味ではそういう役職があったりするんで、まあ、そこをきちんと自分なりにリスペクトしてまあ取り組んできたんですけども、まあ、そういった中で例えば AB に分けたりとか、で人の行き来を頻繁にしたりとか、もちろんフィードバックはちゃんとして A から B に行く人、 B から A に来る人、まあ、その中で競争してもらって、でまた試合もしっかり振り返った練習の映像も全部撮ってるんでチェックするみたいなことでやってきたんですが、やっぱり、まあ、漠然と一塊で練習するよりはどう考えても2チームに分けたり、まあ、その上で適正人数で、プレー機会をたくさん設けて、もしくはコンセプトを作って、でその上で自分の特徴もしっかり磨けよというふうにやった方が、まあ、明らかに個人は伸びましたよね。でそれは去年までずっとこうね部を、まあ、司ったり頑張ってきていた4年生も、まあ、認めてくれているところはあるんで、まあ、そういう意味では部の伝統的な部分を少し手直ししたみたいなところはありましたから、まあ、形にならないとまあ、ブーメランで戻ってくるようなところがやっぱり物事にはあるんで、まあ、自分もそういう意味ではすごく丁寧に、慎重に、ではなんかこう行くぞっていう時は大胆に思い切ってやってきましたけども、まあその OB の人とかそういう方からすると、まあ、10位のところは去年は5位で、まあ、今6位なんですけど、まあ、物足んないって言われるところがあるのかもしれませんが、ただじゃあスタッツ見てみましょうとか、まあ、スタッツというかその数字を見てみましょうってなると、まあ、得点失点とかってなると、まあ、失点が半分になっちゃってるとかで、得点も、まあ、去年たくさん点取ってくれた人が、まあ、いなくなって、まあ、残りの学生の得点で見比べてみると最終的には今年のが増えたとか、まあ、そういうところがあるので、もちろん他の大学が、ね、今年どれぐらいの状態なのかっていうのも、まあ、ここはきちんと見なきゃいけないですから、そうやって細かく丁寧に見ていくと、まあ、決してネガティブではないんだろうなと。でぐんぐん伸びてきてる選手がいるんで、まあ、もちろん来シーズンっていうところを考えると、まあ、これは楽しみ以外ではないんじゃないのっていうところは実際にあるので、まあ、そういったところでうまくまあつなげていけたらいいなと。でリーグの方は残り3試合なんで、まあ、今週末やって月末やってで12月の頭にやって、とりあえず終わるんですが、まあ、ポジティブなものが今たくさん出てきたので、これをしっかり膨らませて次に向かって自分も進んでいくという、ちょっとライブ配信の中でも小沢くんが取り上げてくれたので指導者の話はしたんですけども、まあ自分はサッカーの指導者だと、フットボールコーチだと 100% そう認識して生きてますんで、まあ今日もこれから練習なんですが、まあしっかりまた選手にとってより良い、まあトレーニングを提供できるように、情報提供できるように頑張りたいなと。まあ、昨日もがっつりミーティングをやったんですが、まあ、僕 の課題はがっつりになりすぎちゃう時だと思うんで、まあ、そういったところもできるだけ情報を厳選して、まあ、これ中継の時と一緒ですよね。捨てる作業をして最終的にはこれだと、今皆さんに届けるのはこれだと、今選手に必要なのはこれだっていうのを、まあ、捨てて最終的に見つけていくんですが、どうしてもなんかこう、ね、思いが膨らむんでこれもこれもって なってしまうところがあるんで、まあ、がっつりミーティングもほどほどにっていうところを意識しながら、また今日も練習を頑張りたいと思います。有料グループの改めての紹介告知とちょっと指導の話をさせて、もらいました。今日はとってもいい天気ですが、まあ、少しずつ涼しくなってきましたんで、まあ、皆さんも体調の管理、まだまだ、コロナの方もまあ、重症患者の数は少ないということですが、まあ、治療薬がないっていう意味では不安になる部分もあるんで、まあ、十分皆さん感染予防は気をつけていただいて、まあ、楽しい秋冬が過ごせるように、まあ、自分も含めて努力していけたらなと思っております。練習場に到着しました。まだ30分以上あるんで、ちょっともう一度練習メニューを考えて、今日の練習に臨もうと思います。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた失礼します。よいしょ、ありがとうございました。